ドロシー・メイバン・ディ・チェーニーは、アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス出身の女子テニス選手。1938年の全豪選手権、女子シングルス優勝者で、アメリカ人の女子選手として、最初の全豪優勝者になった人である。両親ともテニスの名選手という家庭に生まれ育ち、自らも結出した、テニスチャンピオンに成長した彼女は、 テニス経歴の長さでも結出した実績を残している。ドドの愛称でも呼ばれ、親しまれた。彼女の両親は、母親が国際テニス伝道入りした名サットンで、父親のトーマス・バンディは、全米選手権の男子ダブルスで、モーリス・マクローリンと組んで1912年から1914年に3連覇を達成した人である。両親は1912年に結婚し、 4年後の1916年9月1日に一人娘のドロシーが生まれた。ドロシーは早くからおばのフローレンス・サットンにテニスを習い、両親譲りの技能を伸ばしていく。1936年に20歳で全米女子テニスランキングのトップ10に入り、全米選手権に初出場。 翌1937年の全米選手権で、ドロシーは準々決勝で前年度優勝者のアリスマーブルを破る勝利を挙げたが、続く準決勝でアニタ・リザナに敗退した。1938年、ドロシー・バンディは初めてオーストラリアに遠征し、唯一の全豪選手権出場で女子シングルス、女子ダブルスの2部門に決勝進出を果たす。バンディは、 女子シングルス決勝で、ドロシー・スティーブンソンを6から3、6から2で破り、全豪選手権の女子シングルスで最初のアメリカ時に優勝者に輝いた。女子ダブルス決勝では、バンディは、ドロシー・ワークマンとペアを組み、ナンシー・ウィンテルマ・コイン組に敗れて、準優勝になった。全豪選手権で優勝した年、彼女は、ウィンブルドン選手権にも初遠征したが、四回戦で、 第7シードのサラファビアンに敗れた。1939年9月に勃発した第二次世界大戦の影響で全米選手権を除くテニス四大大会は開催が中止されたが全米選手権だけは戦時中も続行された。バンディは戦時中の全米選手権にも出場し1940年に女子ダブルス 混合ダブルスの2部門で決勝に進出したが2部門とも準優勝で止まった。パートナーは女子ダブルスがマージョリー・グラッドマン・バンディンで混合ダブルスはジャック・クレーマーであった。全米選手権では1941年にも女子ダブルス準優勝、1944年に混合ダブルス準優勝がある。活動が全米選手権に制約されていた間、バンディは ロリンズ大学に通った。1945年に第二次世界大戦が終結し、テニス4大大,大会は1946年から再開された。ドロシー・バンディは1946年の全仏選手権とウィンブルドン選手権に出場し、両方の大会で女子シングルスベスト4、混合ダブルス準優勝の成績を挙げた。女子シングルスではバンディは両方とも準決勝で ポーリンベッツに連敗している。混合ダブルスのパートナーは、全仏選手権が同じアメリカのトム・ブラウンで、ウィンブルドン選手権はオーストラリアのジェフ・ブラウンであった。しかし、帰国後の全米選手権ではシングルス1回戦敗退に終わった。その後、バンディは全仏選手権やウィンブルドン選手権に出場しなかった。この年、ドロシーは、 パイロットのアート・チェーニーと結婚した。1957年からドロシー・バンディ・チェーニーは女子テニスのシニアトーナメントに出場し始める。全米女子シニアハードコート大会の40歳以上の部において彼女は1957年から1969年まで13連覇を達成した。シニアトーナメントは年齢に応じて分類されるがチェーニーは すべての年齢の部門でタイトルを積み重ね、最近でも85歳以上の部で10個のタイトルを取っている。シニア女子テニスへの貢献度を評価され、ドロシー・チェーニーは2004年に88歳で国際テニス伝道入りを果たした。ドロシーは母親の名サットンに続く親子2代での国際テニス伝道入りを成し遂げたが、これはテニス史上初の偉業となった。同じ年に、 電動入りした選手は、シテフィグラフとステファン・エドベルがいる。本記事の外部リンクにある2003年8月31日付、ボストングローブ紙の記事では、国際テニス殿堂入りの前年、87歳のチーニーが、ボストン市内にある、ロングウッドクリケットクラブで、全米スーパーシニアテニス選手権に参加した様子が、記述されている。2014年11月23日、 カリフォルニア州で死去。98歳をつ。アメリカ人初の全豪オープン優勝者のドロシー・チェニー。3が98歳で亡くなる。ザ・テイス・ゲリー。 https://www.thetenisdaily.jp スラッシュニューススラッシュコンテンツスラッシュ off-court スラッシュ 201411260009717php2020 年2月24日閲覧女子テニスのチェニーさん死去98歳 全豪 OP 全身大会セース47ニュース2014年11月26日。ありがとうございます。